ハイゼットジャンボの内装を紹介していきたいと思います。まずハンドルです。ギラギラしてるハンドルカバーついてます。あとエンブレムのステッカーで、メーターこんな感じです。走行距離が47,000キロ。でナビもついてます。パナソニック製です。オートマです。さりげなくオシンリストバンドついてます。シガーライターにはドラレコの電源と USB の充電とかさせてます。後ろの方見ていきます。収納が少ないので棚つけてみました。自作です。シートカバー安かったんですけど、これ超いいです。おすすめです。後ろのスペースこんな感じです。結構広いです。後ろから丸見えなんでカーテンつけてみました。持ちのとこにもハンドルカバーとお揃いのやつつけてます。助手席側です。僕タバコ吸うんですけど、ハイゼットジャンボってすごいドリンクホルダーガタガタするので、ハンカチ挟んでます。ハンカチつけたらこんなです。ゲームとのツイッターつけてます。アマゾンで買ったフローマット、耐久性低いです。これ絶対あった方がいい肘掛けです。専用の買わなくてもこれホームセンターに売ってるやつです。前回の外装編と合わせて見てもらったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。